皆さん、日課で日課にか、ハイボーズの H です。さあ、今回はですね、2024年ウイスキー界で最も熱くなる日課ウイスキーについてお話ししていきます。6つの項目で日課の熱さをですね、今回お伝えしたいと思いますので、最後までぜひご覧いただくとともに、ハイボーズチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、レッツ日課ウイスキー激熱。はい、では早速見ていきましょう。それではこちら6項目です。はい、1番サントリーの値上げ、2番日課も値上げ、3番まだ手に入りやすい、4番根強い人気商品が多い、5番90周年限定ボトル、6番日課派の増加ということで、6項目紹介していきたいと思います。はい、では1番のね、サントリーの値上げからいきましょう。こちらをご覧ください。サントリーホームページより引用していますが、山崎白秋は7000円にまで値上げされてしまいます。またですね、チタも6000円となってしまいます。これだけ大幅な値上げが起きればですね、2024年は日課の時代だと私思っておりました。しかし、項目2つ目ですよね、日課も値上げということで、大変な事件が起きてしまいました。こちらをご覧ください。竹鶴余市宮城郷もなんと7000円というね、もう高額ウイスキーに進化をしてしまいます。しかしながら、他の銘柄を見てみましょう。値上げの、割合はね、ちょっと置いといて、2000円程度というように、低価格帯の商品はですね、ちゃんとラインナップとして残ってますのでね、これは嬉しいことですよね。日課も値上げですが、低価格商品がちゃんとあるというところが熱いところです。次に3つ目ですね、サントリーとの比較にはなっちゃいますが、余市とか宮城郷はまだ比較的に手に入りやすいです。大幅に値上げしてしまう銘柄なんですけども、まだ手に入るということで、そこは熱いですよね。しかも現段階での低価で出会えることも多いので、今ぜひ探してね、ホットなうちに探してもらいたいと思います。竹鶴とかね、フロムザバレルはやっぱり難しいなと思います。それでもね、山崎とか白秋響を定価で買おうとするよりは、可能性が高いのではないかなというのをね、 X をね見ていると、思います。ぜひね、今定価で買える日課の人気商品、今買われてはいかがでしょうか。次に4つ目です。人気どころもそうなんですが、日課は低価格帯の商品に根強い人気があるものがですね、多いんですよね。ハイボールとして楽しめるブラック日課シリーズもその一つだと思います。豊富なラインナップが取り揃えられているというのは、消費者としてとてもありがたいことですよね。日課は熱いです。さあ、ここまでいかがだったでしょうか。日課の値上げは辛いんですけども、それでもまだ4月までには時間がありますのでね、ぜひ日課ウイスキーを楽しむ機会をこの度設けてもらってはどうかなと思います。さあ、次にですね、5項目目の90周年についてです。日課ウイスキーは90周年に向けて、余市とか宮城郷の限定ボトルを発表してきました。またグレーンの作り分けに強い日課らしくですね、日課ザグレーンなんかも話題になりましたよね。サントリーは実は90周年記念にこちらの響きをですね、発表したわけなんですね。ということはですよ、もしかしたら日課も新ウイスキーの発表があるかもしれません。竹鶴、余市、宮城郷、そちらにカフェグレーン、カフェモルトを足した、もうスペシャルブレンデッドみたいなね、ものができるのかもしれません。90周年限定ブレンデッド日課ウイスキー、いやいや、名前とかね、何になるんでしょうね。誉れみたいな、なんか漢字一文字でかっこいいやつね、来るんじゃないかなと思いますね。これを機に、それがまた一気に人気が高まることはもう間違いないかなと思いますのでね、そちらの発表待ちたいと思います。さあ、最後、6項目目、最後ですね、日課派のさらなる増加ということです。ジャパニーズウイスキー界はやっぱりサントリーを中心にバブルが起きてきました。大人気になりました。今回の日課の値上げは非常に辛いんですけども、それでも低価格帯のラインナップを武器に、そして根強い人気商品を武器に人気が高まっていくこと間違いなしです。そしてサントリー派から日課派っていう風にね、移っていく方も2024年多いんではないでしょうか。日課派のさらなる増加ということで、
熱い日課、これから楽しんでいきましょう。はい、ということで日課が熱い理由について6つお話ししてきました。これを機会に日課ウイスキーを1本手に取って美味しいと思ってもらえたら一緒に楽しめると思います。ハイボーズチャンネルではウイスキーについての情報発信に加えて飲んだり買ったりした動画上げていきます。また来週定例の飲み会ライブもやっていますのでぜひご覧ください。はい、それでは今日は日課が熱い6つの理由やってまいりました。それではこの辺でさようなら。日課ウイスキー飲みましょう。